おっと、もう来てたみたいね。すみません、勝手に上がり込んでしまって。なあ、いいですよ、話は聞いていますから。相談者の方ですよね。ようこそ特務支援課へ。リーシャ・マオと言います。本日は相談に乗っていただきありがとうございました。こいつはまたトランジスタグラマーです。あんまり露骨に見つめないの。ちょっとロイド。とりあえずそちらにおかけください。まずは一通りお話を伺います。脅迫状。はい、1週間前のことです。イリアさんのもとに差出人不明の手紙が届いて。あ、イリアさんというのは炎の舞姫の異名を持つ劇団アルカンシェルの大スター、国際的な知名度を誇る看板女優にしてアーティスト。いやまさかイリア・プラティエ絡みの相談事が回ってくるとはね。ランディさん、少し落ち着いてください。さすがに有名人ですから名前くらいは知っていますが、しかしその彼女宛に脅迫状が。はい、本人はただのいたずらだと言ってますけど、ちょっと不気味な文面で、ただのいたずらには思えなくって、それで劇団長とも話し合って、とにかく警察に相談してみようって。脅迫状の現物はどちらに。皆さん自身が持っています。すぐに捨てようとしていたところをなんとか止めはしたんですけど。そうなるとまずはその脅迫状を見せてもらう必要がありますね。そういえばリーシャさんと言いましたか。当然アルカンシェルの関係者なんですよね。あ、はい、一応アーティストの一人です。まだまだ新米なんですけど。って、ああ、なんだよ、さっきから。君の顔、新作の特集ページで見かけたことがあるぜ。イリア演じる太陽の姫と対になる月の姫を演じる準主役、イリア・プラティエが大抜擢した彗星のごとく現れた大型新人って。そんな大型新人なんて。まだまだ稽古不足で足を引っ張ってばかりなんです。本当はデビューなんて早いとは思ってるんですけどそれでもすごいですよ。あのアルカンシェルに採用されてデビューするんですから。大体わかりました。しかし話を聞いていると、イリアさん本人はこの件について乗り気ではないみたいですね。はい、とにかく今は舞台の完成度を高めたいから外部の人間は入れたくないって。特にその警察なんか言語道断だって。それでは私たちも出る幕などないのでは。でも皆さんは特務支援課なんですよね。雑誌で読んだ限り、なんだか普通の警察の方よりも親しみやすそうっていうか、そのイリアさんも納得してくれるんじゃないかと。こう言ってはなんですけど、遊撃士協会の方には相談は。イリアさんは民間人ですし、彼らの護衛対象になると思いますが。それはそのクロスベルで遊撃士協会はとても人気があるみたいですから、護衛前に相談。
そんな人たちが出入りしたら変に噂になってしまいそうで、その点皆さんならそこまで話題にはならないかと思って。すみません、私ったら失礼なことを。いや全然気にしてませんよ。それよりも大体の事情は了解しました。この件引き受けようかと思うんだけど、みんなどうだい？もちろん私は賛成よ。私も異存なしです。いや、むしろ断るなんてありえないだろう。というわけでリーシャさん、脅迫状の件特務支援課が引き受けさせていただきます。ありがとうございます。それでは私一足先に劇団に戻ります。劇団長とイリアさんには私の方から報告しておきますので、いつ来ていただいても大丈夫です。ええ、わかりました。まったね、リーシャちゃん。失礼します。さてと、とりあえず劇団に行ってみよう。脅迫状を見せてもらわないことには始まらないしな。そうですね、ただのいたずらの可能性もありそうですし。いや、しかし役得だな、公演直前のアルカンシェルに入れる機会があるなんてよ。しかも生イリアだぜ。生イリア。確かに、あのイリアプラティエから直接話を聞くかもしれないのよね。ちょっと緊張してきちゃった。そんなにか。雑誌とかで見る限り確かに美人だとは思うけど、ちょっと楽しみです。皆さん、それでわはランクアップですね。おめでとうございます。わは大変です。特定おつせろ。任せて。さてと、改めて見るとかなり立派な建物ですね。結構新しそうな雰囲気ですけど。築20年になるかしら。視聴者などに比べるとそんなに古い建物ではないわね。アルカンシェルか。小さい頃兄貴とセシルネイに連れられて何度か来たことはあるけど。なんだ、どうした？いや、なんでもない。早速お邪魔しようか。相変わらず雰囲気のある玄関ね。ってことは稽古中なのかな。おお、きっとそうに違いねえ。お客様、大変申し訳ありません。ただいま当劇場は関係者以外の立ち入りをご遠慮願っておりまして。その実はこちらの方から相談を受けた警察の者なんですが。ああ、国民支援課の方々でしたか。ようこそアルカンシェルへ。リーシャさんから話は伺っております。何でも劇団長とイリアさんにお話を伺いにいらっしゃったとか。ねえ、お取り次ぎに向かいますか。それでしたら正面の扉からホール内にお入りください。ちょうどイリアさんの稽古を劇団長とリーシャさんが見学しているはずですから。いいんですか、イリアさんの迷惑なのでは。いえいえ、そんなサジを気にされる人ではありませんよ。むしろ本番に近いと言って喜ばれるんじゃないでしょうか。わかりました。よし、そんじゃ俺たちも早速見学させてもらおうぜ。
お邪魔してしまって、そのな、なんて言ったらいいか。すごかったです。ちょっと魂抜かれかけたぜ。素晴らしいものを見せていただきました。ありがとう。まあ完成というにはまだ程遠い状態なんだけどね。まだ上があるんですか。当たり前じゃない。このシーンはあくまで冒頭の太陽の姫だけのシーン。これに月の姫が加わることで何倍にも相乗効果が生まれる。最後のクライマックスシーンは今の数十倍はすごいと思うわよ。すごいっすね。想像すらできません。リーシャ、彼らがさっき言ってた。はい、特務支援課の方々です。ふーん、確かに全然警察っぽくは見えないけど。でも事情聴取とかするんでしょ。たかがいたずらごときにそこまで付き合いたくないわね。まあまあ、イリア君、みんな心配してるんだ。少しくらいいいじゃないか。そう言われてもね。公演前にテンション下がることは一切しないのがスタイルだし、リーシャが胸を揉ませてくれたら少しは考えるかもしれないけど。揉ませません。まったく君ときたら。なんか舞台の上とのギャップが微妙におじさんっぽいです。除血らしいのは知ってたけど。いや、強烈な人だよな。すみません皆さん、なんとか説得してみますから。ロイドさんたちは控え室にでも。イリアさん、ロイドって今そう言ってたの？ひょっとしてあなたのこと？まあ近すぎるって。フルネームは？そのロイド・バニングスですけど。やっぱり。おいイリアさん、何をしてるのかね。いや、世間は狭いわね。まさか噂の弟くんとこうして会えるなんて。そういえば警察に入ったって聞いたことがあったっけ。聞いていたイメージと本当そっくりじゃないの。ひょっとしてイリアさん、セシル姉の知り合いだったり。セシルは私の親友よ。日曜学校以来だからもう10年以上になるわね。なるほど。改めて自己紹介するわね。イリア・プラティエ、劇団アルカンシェルの看板を背負って立たせてもらってるわ。よろしくね、弟くんたち。まったく、イリアさんたらいきなり抱きついたりしてロイドさんに失礼じゃないですか。まあまあ、固いこと一個なし。それにお姉さんに抱きつかれてちょっとは嬉しかったでしょ。セシルさんに続いて、これがヒエラルキー。弟至上主義というやつか。この弟貴族、弟ブルジョアジーが。それでその脅迫状の件なんですけど。ああ、そうだったね。弟君の頼みなら仕方ない。ちゃんと手紙は持ってきたの？はい、これ。どうも。公演を中止せよ。さもなくば炎の舞姫に悲劇が訪れるだろう。金、確かに脅迫文っぽいな。脅迫文というよりただの嫌がらせじゃない？言っちゃなんだけど、この程度の脅し文句なんて珍しくもないんだし。そうなんですか。まあ、うちもそれなりに儲けさせてもらってるからね。やっかみ半分、面白半分で脅しめいた手紙はそこそこ届くよ。
ただ今回ばかりはちょっと気になることがあってね。気になること？そこにある差出人か。ああ、そうなんだ。今まで送られてきた脅迫状は無記名がほとんどだったんだが、それが今回は銀という思わせぶりな名前が書かれていて、ただのいたずらとは思えない感じがするんです。気のせいだと思うけどね。皆さん、銀という名前に何か心当たりはないんですか？全く持ってないわね。そもそも人の名前なの？それ何かの暗号とかそんな感じはしますけど。うちの新作のタイトルに銀という言葉が入っているのはそのくらいだね、心当たりは。そうですか。ではそれ以外の心当たりはありませんか？失礼かとは思いますが、最近誰かの恨みを買うようなことがあったりしたとか。それはまさかね。あら、あなたたち誰かに恨まれる心当たりなんてあるの？あのね、私たちではなくてイリアさんの話ですよ。ほら、つい先日例の会長さんのことを。ああ、あのハゲ親父のことか。あまりにどうでもいいからすっかり忘れてたわ。そのハゲ親父というのは？マルコーニっていう油切ったハゲ親父のことよ。ブバーチ商会っていうゴロツキでも使ってるっていう。ルバーチ商会、その名前が出るかよ。何？どうしたの？いえ、最近よく聞く名前なので。それでそのルバーチ商会の会長とはどういう経緯で？よく接待かなんかでうちに客を連れてくるのよ。いつも貴賓席を使っているから相当羽振りはいいんでしょうけど、舞台とかにも全然興味ないみたいね。私のことも演技とか全然見ないで、体ばっかりいやらしい目で見てたし。イリアさん、よく気づくね、そんなこと。舞台の最中は観客席も含めて私の世界だから当然でしょ。で、この前そのハゲ親父が私に言い寄ってきたわけよ。帝都のオペラハウスへの進出をバックアップしてやろうとか恩着せがましいことを言いながら。へえ、そんな予定があるんすか。帝国からだけではなく共和国方面からも要請があるんだよ。期間限定でいいから特別公演をやってくれないかってね。そういえばこの前リベールのグランアリーナからもオファーがあったな。やはりすごい人気なんですね。でもどうしてそれをルバーチェの会長がバックアップするという話に？どうやら帝都方面に強力な米を持っているらしくてね。まあ彼らの噂を聞いている限り遠慮したい類のコネだと思うが。ルバーチはどちらかというと帝国とつながりの深いマフィアです。帝都の暗黒街とのコネクションもそれなりにあるのかもしれません。そうなんですか。それで結局そのハゲ親父をどうしたんですか？もちろん丁重にお断りしたわ。二度と迫ってくる気が起こらないようビンタもかましてあげたけど。マフィアのボスにそんなこと？そうなんです、私も気を失いそうになって。私も気絶しそうだったよ。ただまあ向こうのイリア君の体を触ってくるなど無謀な、いや無礼だったからね。周りの取りなしもあってその場はなんとか収まったが。向こうがその時の屈辱を忘れてない可能性はある、そういうことっすか？確かに脅迫状を出す動機にはなりそうですね。事情は大体わかりました。
まずはいくつか手がかりを当たってみようと思います。イリアさん、この脅迫状はお預かりしてもいいですか？ええ、構わないわ。少し目つきが変わったわね。私たちがステージに上がるときと同じようなね。いいわ、あなたたちならいい仕事をしてくれそうだし、 B 社の心配を取り除くためにもこの件全てお任せしておくわ。イリアさん、引き受けました。ご期待に添えるよう尽力させていただきます。ありがとうございます。イリアさんも納得してくれたし、相談して本当に良かったです。これからですよ。どうやら一筋縄ではいかなくなりそうですし。そうですよね。そういえば、どうかそんな丁寧に話さないでいただけませんか？私まだ新米ですし、ロイドさんやエリーさんよりもちょっと年下だと思いますし、そんな丁寧に話しかけられるとなんだか申し訳なくて。そうですか。それじゃあちょっと砕けさせてもらうよ。はい、どうもありがとうございます。 B 社、ミーティングを始めるわよ。はい、イリアさん。それでは皆さん失礼します。何か分かったら遠慮なく劇場にいらっしゃってください。さすがに忙しそうだな。ま、公演まで数百回は稽古を重ねるらしいだろうな。脅迫状を気にかけている時間がもったいないのもうなずけるぜ。なるほど、納得です。新作の成功のためにもなんとか解決できるといいわね。ああ、そうだな。さて、どうするんだ。今のところ手がかりはルバーチェくらいだが。一応、銀という名前も手がかりになりそうですが。そうだな。なあ、みんな、ルバーチェ商会を一度訪ねてみないか。え？マジか。別に、警察の捜査として普通の事情聴取をするだけさ。脅迫状を出したのがルバーチェの会長かどうかはまだわからないけれど、面倒を避けてるだけじゃ真実にはたどり着けないと思う。一理ありますね。それにいい機会だと思うんだ。あれだけのことをしても捕まらず、大手を振って歩いている連中、どんな実態なのかをつかめるきっかけになるかもしれない。なるほどな。やっぱり心配か。なんだったら俺とランディだけでも。ロイドさん。いや、別にそういう意味じゃなくて。ううん、別に心配はしていないわ。そうね、尋ねるだけであればそれほど危険ではないと思う。この町のマフィアというのが本当はどういう存在なのか知るにはいい機会でしょうね。ああ、なんだよお嬢、ずいぶんと思わせぶりだな。気のせいよ。脅迫状に関しても氷炭から駒ということがあるかもしれないし、早速訪ねてみましょう。ああ。データベースの情報によると、ルバーチェ商会のビルはそこの裏通りの途中から路地の奥に入った先にありますね。あの怪しげな一角か。連中の姿を見かけると思ったらマフィアの本拠地だったわけだな。行くぞ。ここがルバーチェ商会。ずいぶん怪しい路地だとは思っていたけど。なんだお前ら。
お前らみたいなガキどもが近寄っていい場所じゃねえ。とっとと失せよ。な、お前ら、あの時の…もしかして…はあ、どうやらお知り合いだったみてえだな。なんだ、こいつらがどうしたんだ。例の警察のガキどもだ。旧市街の仕込みを邪魔してくれた。なんだと。どうやら自己紹介をする必要はなさそうですね。今日は捜査任務でこちらに伺わせてもらいました。何？こちらの会長さんに取り次いでもらえませんか。とある事件に関して話を聞かせてもらいたいんです。ふざけるな。警察のガキが会長に話だと。よくも抜け抜けと。容疑者というわけでなく、あくまで参考人としてです。もちろん強制ではないので無理強いはしませんが。ま、取り次いでくれるくらいはしてもらってもいいんじゃねえか。ち、アルノーがしくじった件でさらに調子に乗らせたみてえだな。おいおい、どうする。勘違いしてるクソガキどもに改めて礼儀でも教えてやるかよ。そうだな。なんかダメっぽいぜ。仕方ない、退散するしかないか。どうしてやる。若頭、お疲れ様です。おう、ご苦労。でかい。あのバルドさんも相当な大きさでしたけど、こっちはそれ以上だな。お前らが警察のガキどもか。話には聞いてたが、思った以上に若いじゃないか。特務支援課のロイド・バニングスです。あなたは？ガルシア・ロッシ、ルバーチェ商会の営業本部長を務めている。まあ、若頭と呼ばれることの方が多いよ。いきなり大物臭いぜ。ええ、おそらくナンバー2でしょう。入れ。話は俺が聞いてやる。はっ、若頭がそう言うなら仕方ない。とっとと入りやがれ。くれぐれもあの人に無礼を働こうと思うなよ。長生きしたかったらな。何かと思えば、うちの会長がイリア・プラティエに脅迫状で嫌がらせだと。とんだヨタ話もあったもんだぞ。無論こちらもそうだと決めつけているわけではありません。ですが、ほとんど手がかりがない状況で、先日揉め事があったと聞きまして、参考までに話を伺えればと。会長が引っ張たかれたやつか。ありゃ、酒の席でのちょっとしたハプニングだ。会長も酒が入ってたせいか、ほとんど記憶にないらしいしな。全然気にしてないと思うぜ。そうなんですか。お聞きした話だと、帝都のオペラハウスへの進出をイリアさんに持ちかけられたとか。そんな話もあったら、うちもいろいろな付き合いがある。そっちの方から仲介された話だ。まあ、むしろそれは口実で、会長はあれの特別ゲストとして彼女を招待したかったらしいな。あれ？特別ゲスト？こっちの話だ。まあ、そういうわけで何の関わりもねえ話ってことだ。わかったか、坊主。念のため脅迫状の現物を確認してもらってもいいですか。まあいいだろう、読むぞ。これです。
確かにイリア・プラティエの公演を妨害した意味程度。え、何か気づいたみたい。くだらないな。脅迫状というよりは単なるいたずらじゃねえのか。おいおい、何か心当たりがあるような反応でしたけど。何のことだ。手紙の文面についても全く心当たりがねえの。ま、少なくともうちの会長が書いたんじゃねえのは断言できる。とんだ無駄足だったな。何か知っていそうだが聞き出すのは難しそうですね。話は分かりました。ところで今の話を会長さんから直接お聞きできないでしょうか。ああ、確かにそういった話は本人から直接聞きたいんだな。それとも留守でもしてんのかい。調子に乗るなよ小僧ども。てめえらみたいなガキどもに会長が会うわけねえだろうな。いつでもひねりつぶすことのできる無知で哀れな子犬ごときによ。な、ち、本来なら俺もてめえらごときにわざわざ会うつもりはなかった。せっかくの機会だから親切に忠告してやろうと思ったわけだ。てめえらが何をしようがこのクロスベルの現実は変わらねえ。ましてや俺たちをどうこうすることなど不可能ってことをな。ずいぶん余裕たっぷりじゃねえか。分かったらとっとと失せろ。てめえらみてえなガキどもを相手してるほど暇じゃねえんだ。だがこれ以上歯向かえばガキだろうが容赦なく叩き潰す。忠告ありがたく受け取っておきますよ。行こうみんな、聞き込みはこれで十分だ。ええ、ですね。茶の一杯くらい出しやがれってんだ。待て、そこの赤毛。ああ、俺のことか。その赤毛どこかで見たよ。いや、そのはず。おいおい、勘弁してくれよ。グラマーな姉ちゃんならともかく、おっさんに言い寄られる趣味はねえぞ。まあいいだろ、目障りだ。とっととうつろ。そっちが引き止めたんだろうが。参ったな。完全に子供扱いでしたね。気に食わねえな。そういえばランディ、何か呼び止められてたけどどうしたんだ。さあな、ただまあ、あの男ただのハッタリだけじゃねえぞ。まともにやり合ったら今の俺たちじゃ歯が立たねえだろう。そうか。それ以前にまともに相手にされていない感じでしたけど、こちらが何をしたところで痛くも痒くもないというか。ああ、それは俺も感じたよ。議員とのつながりがあるとはいえ、あの余裕は何なんだ。エリー、なんだ、どうした。うん、なんでもないわ。それよりこれからどうするの。どうやらルバーチェには何か心当たりがあるみたいだけど。ああ、脅迫状の一件か。あの若頭の言葉を鵜呑みにするわけじゃないけど、俺はこの件にルバーチェが関係している可能性は低いと思う。でも脅迫状を見て明らかに反応してましたよね。ああ、間違いなく何かに気づいたんだと思う。おそらく気づいたのは差出人の名前、これに反応したんだと思う。銀、結局はこいつか。この人物がルバーチェの関係者という可能性はないのかしら。いや、関係があるとしたらあの若頭の態度はおかしい。まるで関係がないことを最初から確信しているような、そんな感じじゃなかったか。なるほど、確かにそんな素振りだったな。ルバーチェと無関係でありながら彼らが強く意識している存在、そういう人物ということですか。ああ、
そうだと思う。だとするとルバーチェの情報に詳しい人に相談してみた方が良さそうね。法律事務所のイアン先生とか。なあ、そうだな。本当だったらグレイスさんにも相談してみたいところだけど。ま、あの姉さんに話したら脅迫状のことまで強引に聞き出してくるだろうな。アルカンシェルにとっては格好のスキャンダルになりそうですね。ああ、だから正直当てにしない方がいいだろう。あとは他にも心当たりがあるなら当たってみよう。もしかしたら思いがけない情報が入ってくるかもしれない。ええ、そうね。どうした。ううん、なんでもない。それでは早速聞き込みを始めましょう。どこを回るにせよ法律事務所には行かないとね。ああ、そうだな。